りました小林幕府、ゲストは前回に引き続きこちらの方です。どうも川西健吾です。よろしくお願いします。さてさてさて、今回はオーディションで受ける役が被りがちな我々そんな2人が声優のオーディションのことをお話ししていきます。はい。オーディションといえば、川西さんは二者択一のアイドルオーディションプロジェクト VS アンビバレッジというアンビバレンス、まあ、オーディションといえば川西さん二尺択一のアイドルオーディションプロジェクト VS アンビバレンスというニジスタさんのコンテンツに出演されているそうですね。はい、すいません、大事な告知部分なのにこちらの VS アンビバレンス、はい、一体どんな作品なんでしょう。ですね、まあ、伝説の芸能プロダクションが、うん、7人のアイドルグループ結成のためオーディション VS、うん、アンビバレンスを開催ということで、うん、なんと13万人以上の応募者の中から勝ち残ったここに今ずらっと並んでおりますけれども、うん、14人の候補生たち、うん、で最終オーディションは、うん、2者択一ということで、うん、同じイメージカラーを託された2人が競い合い、私はこの青色担当の一星君とミオ君ということで、うん、その2人が競い合い約1年にわたる投票の結果、ライバルよりも多く投票数を集めた7人、うん、まあ、半分ですね、はい、がデビューできる、メンバーを選ぶのはグランツ、応援してくださってるファンの皆さんということで、はい、14人の候補生たちを7人の声優さんが演じているコンテンツとなっております。なるほど、じゃあ全員が、2役をやって、そうなんですよ、自分たちでオーディション対決するっていう、そう、なんじゃそりゃ あと、呼ばれてないよ。あれあれ、あれじゃない、他の色で今後、ああ今後、あすごいなるほどね、あごめんごめん、カラーっていっぱいあるからさ早とちっちゃったよ、そう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 、ごめんごめん、ほんとごめんね。よくあるじゃん、今回こいつら7人に決まりました、じゃあ他の芸能プロダクションの他の色たちと競い合おうぜみたいな、ほんとごめんね大丈夫、あのちょっと後でマネージャーに言っとくんで、ね、はい、じゃあそのね、あの健吾が担当しているビバレンの中のブル一星くんとミオくん、うん、それぞれ、どんな候補生なんでしょう。ですね、一星くんがですね、うん、あ、なんかここにも書いてあるんですけども、はい、本日、配信日2月11日がお誕生日という、なんだと、本当にありがとうございます、狙ったの、やばありがとうございますね、うん、何でもそつなくこなすクール系の関西人というか、関西人、苦手なことも嫌いなものもないパーフェクトヒューマン、うん、同時期に受けたオーディションの中から一番有名なものを選んでここに来た、ほうなるほど、そういう感じの彼でございます。へ、対するミオくんはですね、うん、空気を読むことに苦手意識があり、積極的に会話に入ることができない、うん、そのため普段は極端に無口だが、心の中では一人乗りツッコミを繰り広げているということで、うん、妹がいるんですけれども、はい、その妹の勧めで、アイドルを目指すようになったという、妹思いの一面もあるキャラクターになっております。なるほど、はい、この2キャラを演じている、うん、そうなんですよ。いや強いね関西弁いやもうほんとね、あの最近関西弁の仕事がね増えましてね、他にもいらっしゃいますからね、関西弁の話せる方って、まあでもまあお仕事いただけるんであればそれはもうありがたいという、まあ、関西弁でお仕事あったらよろしくお願いしますおいおい、人の番組宣伝に使うんだちなみに演じてて、どっちの方が演じやすいとかある？あー、そうね、難しいとこだな、どっちも別に、まあ、僕、まあ、大阪人で、うん、あの関西弁全然得意だし、うん、まあ、一星くんもいいし、あとはまあ、ミオくんはミオくんで、結構高いキーで演じてるんですけど、うん、まあ、そっちもそっちで全然演じやすいんで、うん、どっちがどっちっていうことはないかな。おー、健吾はどちらかというと、うん、なんかミオくんみたいなタイプをやってる印象の方が強いかも。確かに、ね、うん、そっちの方が多いかも。なるほど、まあ、でもこのオーディションを勝ち抜けるのはどちらか一方だけ、そうなんでございます。はい、まあ、非常にリアルなオーディションコンテンツということは分かりました、うん、はいまあ、そしてここから派生して、うん、まあ、こっからの話はおまけみたいなもんですよこっちがメインですまあ僕らもね、日々オーディションで選ばれて、はい、まあ、特にアニメなんかのメインキャラクターは、まあ、基本ね、オーディションで選ばれるので、はい、指名で来るってのはなかなかレア、
ねえ、まあ、この一世君みたいに他のオーディションも全て受かっていたと、うんね、もう大体オーディション受かるような人間になりたいけどそれも難しい、まあ、確かにね、うん、そしてね今回はなんとわざわざ架空の作品資料というものをですね、はい、作家さんが作ってきて、なるほどこの作品のオーディションもし受けるならどんな風にキャラクターを咀嚼して表現するのか、うん、僕たち2人でお話ししてみて、そして実際に演じてみてくださいという。なるほどね、真面目っつうか大変なことやらせる大変だぞこれ一応僕たちもプロだからなんか軽くはやれないっすよね先輩。いやいやいや、まあね、お仕事なんでねいやいややりますけど、クールかいやりますけど、はい、まあ、やりますけど、うん、まあいろいろキャラクターを咀嚼する前に、まあ、そもそもオーディション、え、まあ今はだいたいテープって言って自分たちで撮って送ることが多いよね。まあそうね、まあまあテープ撮ってから、うん、その後に、スタジオに行ってっていうオーディションもあるし、まあ、もともとスタジオにそのまま行くこともあるし、うん、まあ、オーディションなしで指名で役をいただけることもありますけど、うん、どうもあれだけどね、まあ、基本的にはテープが多いのかな。テープだけで決まっちゃう作品も今多いからね。そういうこと、ドクターストーンはテープじゃない、あの、うん、線空だけスタジオ。あ、そうなの、知らんかったわそれ知らんかった。まあ選挙受けてないから知らないのも分かるんだけど。そう、あ、そうなん、そうなんっての俺も後から聞いて、怖っ。まあでも真ん中だからね、そこはやっぱ ね、まあ、ね、でもこう俺テープとスタジオのオーディションの原稿が違って知らなくて、お、現場に行ってやろうとしたら、うん、これさ原稿違いますねって。嘘でしょ。速攻でもらってまあでも一応原作全部読んでたから、うん、大丈夫だし、もうどうしようもねえや、うん、よし、思いっきりやろうって言ったら、逆にそれでね、でもそれで言われた、センクって科学を心から楽しんでるから、はいはいはい、そのなんか楽しんでる感が出ててよかった。あ、逆に準備していったらもしかしたら受かってなかったっていう、まあそういう、まあ、まあ本当はあっちゃいけない話だけど、いや、まあまあまあ確かに、と何が決まる要因になるかがわからないのがオーディションだし、それこそどんなに芝居ができてても、うん、やっぱその組み合わせ、ヒロインが先にもし決まったとしたら、ヒロインとの、組み合わせでこの声とこの声だとちょっと違うなっていうのだったりとか、あと世知辛いけどスケジュールがちょっとそれもあるよね、合わないっていうので、だからもうね、もうほんといろんな要因が重なってなんか受かるものっていうのが最近まあオーディションだなっていうのもあって、なかなか難しいけどね。かくたしいろいろ聞きたいんだけど、オーディションの時って何心掛けてやってる、はい、何心掛けてやってる、それこそ何心掛けてやってる、原作を読んでいくかいかないかとか。ああ、原作はね、読まない。漫画でも読まない。漫画、一応そのいただくから、うん、はいはい、なんかデータで、うん、で、軽く読んで、あ、まあこういう感じかと思って、で、あんまり読みすぎちゃうと、うん、そのなんか違うことやってって言われた時に方向転換できないかなと思って、それこそあの別作品だけど、あの、まあ主演やらせていただいた作品で原作 もう読み込んでった時に、現場でここあの泣き声入れてくださいって言われた時に、え？みたいな、このキャラってここの静かにもなんか涙ずっと流れてるところで、まあおえつじゃないけど泣き声入れるのかなと思って、結構それでテイク重ねたのが記憶にあって、だからあんまり原作読み込みすぎるのも良くないかなと思って。じゃオーディションじゃなくて普通の収録も決まってる役だとしてもあんまり読まないんだ。そうそう、読まないようにしてる、決まったものに関しては。へえ、あ、まあそうそう、ものによる、最近はね、うん、そう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 、なるほどね。読まないかな。はあ、なんか迷ってんのよ最近。あ、そう、やっぱそのオーディションでやるセリフってさ、もう何巻のここ何巻のここってやっぱ続きじゃなくてだいぶ抜粋されてるから前後が分かんないし、まあ、確かにね。そう、なんかほんとこのセリフから受ける印象だけでやると、うん、幅が広すぎて、ああ、でしかもスタジオに行けない可能性もあることを考えるとさ、はいはいはい、もうこのテープでほぼほぼ完璧にしなきゃいけないって召し上がるじゃん。そうなるとちゃんと読まないとダメなのかなと思って読むんだけど、それで落ちた時の悔しさよ。いや、わかるよそれだけ ね時間もかけて準備して撮ってってなると、ね、そうなのよ。
かるな。落ちた時に、はい、なんで落ちたかって分かんないじゃないですか、はい、それでどう咀嚼するんですか。まあオンエアを見て、あ、こういうのが求められてたんだっていう時もあるし、もう見ないっていう。あ、なるほどね。そう、まあ、さっきも言ったけどさ、こう何が原因か分かんないじゃん、うん、必ずもしかしたらただ単に声質が合わなかった可能性もあるし、芝居が全然違ったかどうかも、でもそれはやっぱ見ても分かんない時は分かんないし、ここは深く考えず、落ちたら落ちたで、俺はもうスパッと割り切るようにしてるかな、うん、そこは一緒だね、割り切ってますね、はい、はい、まあじゃあせっかくなんで、わざわざ用意していただいた架空の作品、はい、オーディションをやっていこうと思うんですが、なるほど、まず作品概要をザクッと、はい、大学生の井桁にとって世界は無味乾燥だ。全てのことに興味がない井桁は親の言われるがままに大学へ進学、必要最低限の単位を取得し、必要最低限の人とだけ関わる毎日。このままじゃあんた死ぬよ。突然現れた死神に生きる意味を探せと言われた井桁は、死神に操られるがまま正体不明のインフルエンサーとして SNS 上で新たな人生を始めることに、うん、めっちゃ面白そうじゃねえ。意外とね、これなんだったらナロー小説とかにあげて見てほしいね、うん、そして僕たちが演じるキャラクターは井桁、はい、男性19歳大学1年生 B 型最新の長身、うんうん、そして長い前髪に目がほとんど覆われている。家族構成は父母猫が1匹弟がいた、うん、友達はいないと思っているがずっと気にかけてくれる幼馴染が1人、うん、そして幼い頃にピアノの才能を見出され神童と呼ばれていたがその面影は今はなし、うん、数少なく言葉をポツポツつぶやく、興味が湧くと目がかっぴらく、うん、SNS 上にアップした、まあ、させられた動画をきっかけに正体不明のピアニストとして知名度を上げていく。うーん、すごいですよ、こんなにキャラクター説明書いてあることないですよ。まあ確かにね、だいたい3行くらい。うん、そう、何歳、うん、こんな性格、うん、以上。原作あればね、まあ、そうなあるけど、うん、あとまあキャラクター絵はあるから、うん、なんとなくイメージはできるけど、はい、はい、どうします。何にしくだったらどう、まあじゃあちょっとセリフも一応なんとなく、はい、2つありまして、はい、1つが死神に遭遇した時の井桁、はい、死ぬんですか、そうですか、抗う理由もありませんので僕は受け入れますよ、総理になりたかったというのもありますが、うん、で2つ目が、はい、忘れていたピアノの楽しさを思い出していく井桁、ああそうだった、ここの指運び難しいんだよな、隠れて何度も練習したっけ、簡単そうに弾いてて悔しかった、忘れてた音が踊る感覚。うん、かっこいいね、すげえな。残念ながら書いた人今いねえんだよ。さあこのセリフにどうやってキャラクター性を乗せるか、キャラ絵もないしね。そうなんだよね、まあ目が隠れてて、いやもうなんとなくは、まあ、なんとなくね、もう作ってはあります。そうですね、すごい。じゃあどっちが先にやるかじゃんけんで決めますか。ガチンコ、ガチンコじゃんけん、はい、じゃあ勝った方が先行後攻決める。わかりました、はい、最初はグーじゃんけんポイ。あーくそ、よっしゃ、どうしようかな。いやまあでもほらこの番組はあの小林雄介の小林幕府ということで、やっぱあのね、ここの城主に、最後任せたいなと思います。お、私から、あ、マジか、行かせていただこうかなと思います。はい、バシッと締めてくれると思うんでね。それじゃあ、はい、準備はよろしいですか。はい、大丈夫です。これは 1,2 連続で言う。はい、わかりました。じゃあ、頭に役名と順番。オーディションそうだったわ。はい、そうです、なるほどね、はい、OK。それでは良きタイミングでお願いいたします、はいはい。マウスプロモーション、川西健吾、井桁。死ぬんですか、そうですか、抗う理由もありませんので僕は受け入れますよ、そうなりたかったというのもありますが、はあ、
そうだった。ここの指運び難しいんだよな。隠れて何度も練習したっけ。簡単そうに弾いてて悔しかった。忘れてた。音が踊る感覚。おお。今のテイクいただきます。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。なるほどなるほど。はい。ほう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 。私はこんな感じで作らせていただきました。面白い。全然考えてたのと違った。わー。面白い。なるほど。あ、わかりました。それじゃあ僕行きます。すいません、あのちょっと僕座ってると声出ないんで。あー、なるほどね。確かにね。はい、はい、ごめんなさい。参ります。ユーリンプロ小林雄介、井桁。死ぬんですか。そうですか。抗う理由もありませんので僕は受け入れますよ。そうなりたかったというのありますか。ああ、そうだった。ここの指運び難しいんだよな。隠れて何度も練習したっけ。簡単そうに弾いてて悔しかった。忘れてた。音が踊る感覚。これ説明しなきゃいけないの。むずい。これなんか嫌なんだけど。なんかサクッとでいいから、サクッとでいい。どんなコンセプトでやったか。いや、なんかね、まあ、僕の場合はそうね、まあ、作品概要にもある通り、まあ、必要最低限の対処と必要最低限の人とだけまあ関わる毎日っていうことで、まあ、なんでしょうね、挫折を味わったんじゃないかなと思って。だからなんか生きる意味もないし、まあ、こう無気力に毎日生きてて、で死神が来て、お前これから先何もしなかったら死ぬよって言われて、あ、僕は死ぬんですねって。だから多分ちょっと悲観的というか、自分のことをこうなんだろう、客観的に見て、あ、もう本当クソみたいな人生だったなみたいな。だからちょっと、まあ、半笑いじゃないけど、っていうのを意識してセリフ1話読ませていただいて、でセリフにはあの、まあ、忘れていたピアノの楽しさを思い出していくっていうことで、まあ、やっぱピアノに打ち込んでた時期もあって、それがどれだけ楽しいかっていうのもあったから、徐々にちょっとこう、あーあの時こうだったなみたいな思い出をリフレインさせながら、こう、なんだろうな、ちょっと高揚していくような感じっていうのを意識して、まあ、最後につなげていく、徐々に上がっていくような感じかな、にして、2話読ませていただきましたね。はい、面白い。対して、はい、まあ、僕も大体一緒で、まあ、あとその髪がで目が覆われてるっていうキャラクター像からなんか連想されるこのもごもご感、はいはい、だからもうそれこそマイクにあんま乗んなくてもいいぐらい の、あのこもった声にしたいなっていうのもあって、まあでもそのちょっとあの なんていうの、悲壮感とか、そういうのを出すためになんか最後の授業の時にちょっとアドリブで笑ったり、そういう小細工を入れてみました。それと2番はこう、1番がちゃんと死神に言うセリフに対して、2番って多分モノローグなのかなと。あ、そうね、弾きながら、うんうんうん、だからなんか尺を結構思いっきり使って、なんかちゃんと弾きつつ、そう、なんか時間経過とともにやっぱそのどんどん気持ちを上げていくっていうのを、だから最初は結構ネガティブの時と同じぐらいのテンションから始まって、次第にあのなんかスタートがちょっと健吾よりもダウンのところから始まった、だからグラデーションしていく角度がなんかお互い違ったかなと思ったけど、ただあと興味が湧くと目がかっぴらくっていうのがあったから、かっぴらく瞬間をちょっとつけたかったなって。なるほどね。簡単そうに弾いてて悔しかったって、ここで多分俺は個人的に目を開けた、そういうのがちょっとでも伝わればいいかなと思って読みました。すごい。
んなに考えても受かるのは一人。本当だよね。ね、しかもこれでやってったらたまにね、もうちょっとこういう風にしてほしいんだけどって言われて、うん、全てのプランが崩れた。あるよね。時もあるし、うん、まあでもね、やっぱスタジオに行くと楽しいよね、オーディションといえど。まあ楽しいし、うん、やっぱ共演その時間帯にね、いろんな人呼ばれてたりとかして、うん、あこの人も受けてるんだ、この人も受けてるんだみたいなとかあって、うん、あもう無理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 って。もうサクッとやって帰ろうみたいな。逆に肩の力抜ける瞬間があるから、ね、そっか。でもなんか先輩たちばっかりだと分かるんだけどさ、なんか後輩ばっかりだとなんか嫌だな。あ、まあ、それもあるね。なんか初めましての方多いなみたいな。そう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 。どういう感じですか、待合みたいな感じですか、オーディションのスタジオオーディションの時は。そうですね、ロビーに独特な緊張感が。まあそうですね、あんまり会話もしないし、おのおのセリフぶつぶつ練習してる人もいますし、うん、そうなんですよね、うん、そうね、まあ、でも一つとして楽なオーディションはないので、それなりにちゃんと考えて挑んでるので、大変だよ。そういう気概を持って声優目指すんだぞ。どういう番組。ということで今回はここまでとなります。そして、ケンゴとはこの回にてお別れということで、はい、前3回お付き合いいただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました、はい、いかがでしたか。いやなんかね、こうやって同年代のね、ユウスケと一緒にこう差しで喋るっていうこともなかなかないですし、でいろんな話も聞けたし、でね、やっぱそのね、かぶる、まあ、かぶらないってありますけど、やっぱ結構一緒に番組やらせていただくことも多いので、どういう風に役作りしてるのかとかお互いに知れて、これはなんか楽しかったなって思って、ね、またお酒でも飲みながら。すごい、 いよいよ寄り添ってくれてる。お話ししたいなって思わせていただけたので、うん、来た甲斐があったなというか、嬉しかったなと思いますね。いやでも俺お酒飲むと本当さらにちょっと深い話しすぎてマジでオンエアできないの。それでも良ければ、まあ、そういう一面もありつつね、はいはい、じゃあぜひぜひ今後とも仲良くしてやってください。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。ということで番組では小林幕府の繁栄のために皆さんからの感想をお待ちしております。ハッシュタグ小林幕府とつけてツイートしてください。 YouTube チャンネルの登録もよろしくお願いいたします。お願いします。そしてビバレンの YouTube チャンネルのチェックも何卒よろしくお願いいたします。それでは大名の者たち、また会おう。